へい、いらっしゃい、寿司食いねです。ということで今日もね、詰めチャレランをやっていこうと思います。4段をね目指して頑張っていくんですけども、まあ最近初段とか2段とかね、そのぐらいなんで、まあ、ちょっとでも、ね、点数が上がるように頑張っていこうと思います。ということでやっていきましょう。桂馬、金下がる、銀かな。馬入って飛車まで。金歩香か。よし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 。これ桂からじゃない？数の攻め。これは桂がある、桂がある。よしよしよし、順調順調。これは空間を作って、銀。なんか左側に目指したらまずそうやから、とりあえず銀打つやん。で、銀打ってるんだね。次、桂馬ぴょん、金。飛車、竜入り。これは銀まで。あー、待って、そこじゃなかった。飛車が見えてなかった。危ねえ。これは寄っていけば簡単やね。これは金やね。金打って金か。金打てと金ね。これはなんじゃ？これは角か。これは金打って、金か。なるほど。銀やね。取りたい。よし、次。うわー、これ多分こう。よし。銀が利いとる。銀が利いとる。こうじゃない？なんか重い。馬！初段か。もう一回やっていきましょう。初段はつらい。せめて2段取りたい。もう一回行こう。飛車。あ、分かった。銀で竜やね。金。下から金か。金。こっちね。これは、こうやって、竜入って、香車。うわー、すごいとこおる。金打てばいいか。角、金、飛車。角と馬がね、ちゃんと利いとったのが。これは、上は桂馬があるから、金打って。銀からの角なる。これは金か。これは桂馬で空間作るってことか。飛車金。竜。数の攻めか。よしよし。今のちょっと怪しかったな。角閉じて、合駒がない。合駒がない、合駒がないから飛車打ってここまで銀で投資が取るから金打ちまでで、すごいとこおる。これ金打てばいい、金打てばいいですね。次金やね。うーん、生産したらいけそう。空間作っていいのかな、これ。なんか怪しいな、これ。あ、わからなかった。これ最後のは金打ちからですね。これ金打てる？打てるんか。金打って上がって、おい、上がらんのかい！動かんのかい！まあ、金打って上がって桂馬までやね。なるほど。今日ちょっとね、商談やったか。もうちょっとね、なんかスピードが欲しかったんやけど、どうしたらいいんでしょうね。ちょっと、なんかスピードが、詰め将棋のね、こう、スピードが上がる方法を知ってる方はね、ぜひ教えてもらえればと思います。ということで、今日もね、お疲れ様でした。ではでは、ドロン。